ハワイって行かれたことありますか？ないないです。行きたい。一旦寝て、一旦こうハワイを感じて、ハワイだって思って、マイサーフボードみたいなのちょっと店員さんにおすすめとか教えてほしい。そして置きに行くやつ。意外と難しいだから、そうですよね。きっと難しいですよね、全部。まあ、多分ちょっとまだ、これがハワイのそれがハワイ甲子園甲子園みたいな。オリコンニュースをご覧の皆さん、こんにちは。声優の前田香織です。そして瀬山恵美里です。はい、この作品を見ているととっても背中を押される明るさがあるというか、一人一人のなんか心にすごく寄り添って共感してくれるような映画になっていると思うので、ぜひ幅広いいろんな方で見ていただいて、気持ちを前向きに明るくなってほしいなっていうふうに思っています。瀬山さんどうですか？そうですね、同じくやっぱり前を向くことの大切さだったりとか、やっぱり一歩一歩進んでいくことでその今の状況が変わるっていうことがすごく改めて感じられる作品だなって思うので、その見た方にとっていろんな見え方がする作品だと思うので、皆さんにもぜひご覧になっていただいて、フラダンスの良さだったりとか、ハワイアンズの良さだったりとか、いわきに行きたいなとか思ってくださる方が一人でも増えればいいなと思っております。ご自身のなんかダンスに関してなんか思い出とか。夜遅くずっと一人で練習してるシーンがあったと思うんですけど、あれまさに私も今もそうで、声優になってから本当にありがたいことに、いろんな声のお芝居だけじゃなくてライブのステージとかも出させていただくことが本当に多くて、事務所入りたての時とか初ライブの時とかはもう一人で部屋で泣きながら、なんでできないんだろうとかって思いながら、そう鏡の前で練習してたり、もうめっちゃでかい鏡買ったんですよ、なんかもう部屋ぐらいですごいめっちゃでかい鏡買って、やっぱ昔はちっちゃい鏡だったんですけど、これじゃダメだと思って、本番とやっぱ同様にやるってことが私はすごく大事だと思ってるので、ぬいぐるみを目の前に置いてお客さんごっこしてクマさんとか置いてイエーイってみたいで実はやってるんですけどすごい、トロッコとか乗る時もなんか近く行った時にこういう風にやってみたいなっていうところとかもちょっとやってるんですけど、たまに我に返ると私は一人で何をやってるんだろうっていういや思うんですけど、フラダンスもやっぱ演じてみて、向き合い方も改めて初心に帰ることがすごくできたので、なんかこの気持ちをまあすごいいろんなところにぶつけたい。すごく今ならいいステージができそうな気がします。はい、急な思いつき。ハワイって行かれたことありますか？ないです。ないです。ないんじゃない。なかなか今難しいですけど、もし行けたとしたら一番何したいですか？海。同じこと考えた。一回一旦寝て、一旦こうハワイを感じて、ハワイだって思って起きて、ちょっと水入って、ハワイだ。なんかいろんな確かに一つ動作をするごとにこうハワイを感じそうで、ハワイだ。貝見てハワイだ。ハワイだ。もう砂まで持って帰りたくなっちゃう。持って帰りたいです。これがハワイの空。これがハワイ。甲子園みたいな。甲子園みたいな。これがハワイの空です。なんか自分のサーフボードあるじゃないですか。あれを買いたいです。そうですよね。そう。結構なんだろう、外国人のその観光客にもすごくなんかアットホームな場所だっていうふうにお聞きしてて。なんかマイサーフボードみたいなのちょっと店員さんにおすすめとか教えてほしい。確かにサーフィンしたいですね。ね、できる自信全くない。できるのかと思ってました。全くできないです。クロールみたいな。ね、それでパドリングですね。そして置きに行くやつ。いや意外と難しいだから、そうですよね。きっと難しいですよね、全部。まあ、多分まあちょっとまあこうひっくり返ってもこうやってね、こうやって浮きながら。欲しい。やってやりたい。買おうと思います。あ、買おう。結構実行派ですね。いや、ハワイ行ったらもう絶対買うと。なるほど。もう決まりました。オーディションの段階から本当にこの作品に関わらせていただきたいっていうふうに強く思っていたので、本当に嬉しいなっていうふうに思います。皆さんも一人で見るのもすごくいいと思いますし、なんかね、友達だったりとか
あなたのぜひ、ね、大切な人たちと一緒に見ていただけたら、なんかね、よりなんかみんなの中がすごく和やかになるような、なんかそういったみんなでフラダンスの輪を広げていけるような作品になるんじゃないかなっていうふうに思っていますので、皆さんぜひ楽しまれてください。やっぱりこの作品はですね、まあ、いろいろ大変なことはありますけれども、前に向くことの大切さだったりとか、その頑張ることってやっぱりいいことだなって改めて思いますし、心にグッとくるセリフがたくさん込められているので、皆さんに見ていただいて少しでも温かい気持ちだったり、前を向ける気持ちだったりとか、そういうものを伝えられたらいいなというふうに思っていますので、皆さんぜひ劇場でご覧ください。12月3日公開のアニメ映画フラ・フラダンスは、フラを仕事に選んだ新人ダンサーたちの絆と成長を描いた1年間の物語です。映画館でお待ちしています。お待ちしております。